今回はさらにかっこよくなってもらうためにエステに行ってきてもらいます。エステというなんか騙されてるような気がするんだけれども、プロ野球選手って、はい、試合の時におしゃれする人とかっていたんですか？なんかメイクとか髪型とか。メイクはさすがにしないかな、うん、もうこれから汗かくっていうのは分かってるんで、あの髪型とか気にする選手はいましたね、うん、初島さんから見て、うん、おしゃれだなって思う選手っていましたか？プロに入って、初めてそういう髪型とかを気にする選手は一人俺の中でいたのね。そう、外国人の選手で、ダイエーホークスにいたバラザード選手っていたんだけど、この選手がイニングでこう野球だとチェンジになって、ね、守備とかで帰ってくるとベンチにいるわけでしょ。そうするとベンチの中の鏡の前で櫛でこうやって髪型を整えてたっていうのがね、すごい印象にあって、ああそんなにこう見た目って気になるんだなっていうのはありましたね。今回はさらにかっこよくなってもらうためにエステに行ってきてもらいます。誰がかっこいいって？さらにかっこよくなってもらうために。誰が？初島さんが。俺かっこいい？いやかっこいいとは思わないな俺は。実は、うん、もう銀座にあるエステを予約してあるので。いやおかしいでしょそれ。行ってきてもらいます。いやだって銀座のエステ、はい、行ってきてください。てか行ったことないしエステに。もうプロ野球選手でエステに通ってる人いるのかな。あの爪ってなんだっけ？ネイル。あ、ネイル。あのネイルをするプロ野球選手は結構いる。ああ、でもそれはほとんどピッチャーの人。ピッチャーっていうのはその爪がちゃんとしてないと最後にこう縫い目に引っかかって爪が引っかかるんだよね。投げすぎて爪が割れましたとか、まあ豆ができましたとかってあるんだけど、ちゃんと爪をのケアをしておかないとちゃんとしたボールが投げれない。そう、このねボールでこう縫い目があるでしょ。この縫い目でこう握って、これを握って投げるときに最後こう爪にかかっていくわけね。だからピッチャーはこの爪のところってすごい大事にするから行くの、ね、うん、サロンとか、うん、俺はケアしたことがないからわかんないけど、なんか攻めダインをつけたりとか、うん、だからその攻めダインっていう、なんか攻めダインってなんかこう物をくっつけるイメージしかないんだけど、ピッチャーの人はこう攻めダインをこう塗って割れないようにしたりとかっていう、そういうケアをするのね。のピッチャーはやっぱりそういう爪の結構気にする、ね、気にするから、その、まあ、エステとだからそのなんだっけ、ネイルサロンだっけっていうのはあるんだけど、エステ？はい、初島チャンネル。エステというなんか騙されてるような気がするんだけれども、うん、まあでもね、いろんな初めての経験なんでね、うん、ちょっとまあ頑張ってみようかなと思います。はい。どうしたいんだ、小顔。小顔？これ以上小顔なんてどうする？そうですよね、うん、俺はね、はい、ここら辺がこうなんていうの、こうポコってこう、うん、立ってるっていうのがあんまり好きじゃないんだよね、自分の顔の中で。顔の中で好きじゃない、うん、日焼け止めとかももちろん塗らないですよね。日焼け止め塗っても汗かいてみんな取れちゃうイメージがあるから、うん、塗り直さなきゃっていうところですよね。ほとんど塗ったことないですね、日焼け止めって。お顔も体も。だからしっかり公にならてるんですね。うん、そうですね。
よく寝た。ああ、ピカピカだ。ピカピカ。分からない、うん、自分ではね。おお。それでちょこっと、はい、痛いっていうのが分かった。で、ここでビガーンってやった時に。すごいなんかピカピカですね。ピカピカですね。うん。踏むだけばまだまだ若返ろうかな。すごい。まだまだ若返る。素材がいいので、ホットクのお酒をたくさん飲まれるお肌なのか、うん、ちょっとここが血管が浮きやすいので、それは飲んでると浮きやすい。そうですね。ってことは浮きやすい。浮きやすいので、うん、よりケアをしっかりしてあげないと、うん、あのおじさん顔になってくる。うん。ケア、ね、初めて受けたけど、ね、気持ちいい、うん、気持ちいいし寝起きだし爆睡しちゃった劇的にします。いやでもマッサージも気持ちよかった。すごいね、背中が楽になった。あ、よかった。昨日のトランポリンからの、うん、筋肉痛はね、だいぶ取れた。うん、まあ、ほぐれやすいっちゃう。そうですね、ほぐれやすいっていうのは栄養の肉だから。いい肉なんだ。そう、いいお肉なんだ。いいお肉なんだ。だからね、揉まれてる時になんか油を散らされてるようなイメージ。だからそれで栄養に育っていくっていう。いやー、とても気持ちよかったです。また来たいと思います。ありがとうございました。